どうもこまです。ビクトリア3実況パート11やっていきましょう。前回、ついに大政奉還しました。しちゃいました。ずっとね、江戸幕府で頑張っていこうかと思ったんだけども、ちょっと我慢できなくなって変化を求めてしまいました。そして、こちらのですね、インドネシア地域に、侵攻を始めました。まず手始めにですね、ここの、ティドレですね。ティドレの、州である、ここの、モルッカですかね。この諸島群を、ここを、征服しましたと。特に戦争にならずに、まあ、武力をちらつかせて屈服させた感じですね。ただ、いきなり日本領になってしまったので、今かなり社会不安が 63% ですごいね。はい、なってしまっていますという状況ですね。なので、今回はちょっとここのね、モルッカちゃんと開発をして、まあ、落ち着いてもらいましょう。一方、日本国内はというと、大政奉還したから東京になるかと思いきや、まだ江戸ですね。これはあれかもしんないね。今ここのジャーナルである、この明治維新。これを達成することで、大政奉還、明治維新を終えて、近代日本に進化するのかもしれない。それで東京になるのかもしれない。という淡い期待を持っている。ちょっと前回の動画で紹介しきれなかったんですけども、はい、二つね、維新ってついている二つのジャーナルが残りあります。この二つをクリアすることで、明治維新完了ということで、ちょっとこれはね、今回やっていこうかなと思います。あと動画に入れてなかったんですけど、ちょくちょくね、工場とかいろいろ作ってましたと。で、今回もそれは作り続けてね、どんどん需要を作り、供給を作り、それがまた需要を生み供給をというね、繰り返し繰り返し利益を出して、で、それでまた軍備を拡張して、どんどん列強に近づいていきたいと思います。さあ、ということで今回もスタートします。日本を拡張する。さて、まず、モルッカなんですけども、元ティドレのね。今ここはですね、施設を建設中なんですよね。建設局作って、港も作って、まだ、建設中か。とりあえずこれ待ちだな。何を作るにしても、まずは港と建設局がないとね、どうしようもない。あと国内はね、今資格取得者が足りないんだよね。資格取得が足りないと、工場とかで働けないし、兵士も増えていかないのかな、あんまり。そういうのがあるからね。とりあえず大学を今私作ろうとしています。はい。大学ができれば資格取得者も多分増えるはず。で、新しく関心を保持できるって。これで三つ目か。やっとく？関心の宣言。どうしようかな。今シベリアやってるよね。東シベリア。で、インドネシアやってるでしょ？満州か。満州行きますか。はい。最大4だって。あと2ついける。あ、そう。これやっといた方がいいのかな？関心ありまーすっていうことでデメリットってないんですかね。まあ、やっとくか。このあたり。中国の適当にこのあたり。適当に。はい。俺また増えたぞ。最大5になった。どんどん増えていく。追いつかないんだけど。じゃあちょっとここら辺。インドシナ。はい。いいじゃないですかね。東アジア地域に関心がございます。取っていきたい。お、大政奉還後初めて見たけども、皇帝、明治、大和。名字が大和か。大和明治。明治天皇ってそういう。うわ、正当性 100%、すごっ！これは強い。ちょっと法律制定したいな。俺これやりたいんだよね。多文化主義。いろんな文化を受容するから、つまり差別が生まれない。人種差別とか。で、いろんなネットの情報を見ても、多文化主義が強いって書いてあったから。ちょっとちょうどね、今ほら、モルッカあるじゃない？モルッカ。モルッカを編入しようとすると、日本における他の文化と共有点がないなどの要因から、編入に20年かかるって言ってるでしょ。これは文化が違うからなのよ。それを多文化主義にすることで全ての文化を受け入れると。だから編入とかもすごい早くなんじゃない？よっしゃー！いいぞー！天皇万歳！正当性が高いとね、法律決まるのも早いから嬉しいわ。よし！
モルッカの港建設完了したので、いろいろ建てていこうか。だから百姓0人だって。これは、拡張できないね。ダメだね。人口は増えるのを待つしかないと思うんだけど、そうなると、多分この社会不安がね、足を引っ張ってんだよね。ほら、移住求心力 75% 減。ってことは、今、制定しようとしている多文化主義が制定できれば、社会不安も下がる、下がんないかな、下がると思うんだけどな、下がんないのかな。ちょっと多文化主義の成立を待ちましょうかね、一旦。人がいないんじゃしゃあないもんな。人を一気に移住させたいけどな。そういうのなさそうだしな。発電がアンドックされました。これは俺が狙って研究してたやつだな。ついに電気です。家畜牧場用電気柵とか、市街地用電灯とかね。あ、発電所来ました、発電所。作ろう、作ろう。電力を生み出す。はいはい。商品として生産するんだね。で、発動機を使うんだ。2箇所ぐらい作ってた方がいいか？それで電気使ってね、いろいろやりましょうよ。オッケー！多文化主義制定しました。はい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 。これで、あれじゃないの？モルッカ、どんな感じになりました？ちょっとは落ち着いたかな？お、減ってく減ってく。いいじゃん。でも編入は相変わらず20年かかるんだな。あれ？植民地化中の東ニューギニア。ここも何もやってないな、開発。ああ、港と建設局は作ったのか。農業全然ないね。未使用の工作地4しかない。へえ。ここは何が得意なんだ？何も得意じゃない。ああ、そっか。まだ入植してるエリアが狭いからだ。一番利益高そうな家畜牧場を1個作りたいと思います。資格取得は足りないけれども、まあ、いったれい。あ、で、そうだ。前回フィリピンをどうしても外交戦始められなかったじゃん。フィリピンに対して。それね、なんかこの外交レンズっていうのを見ると、わかるんだって。あ、日本フランス間の関係が親愛以上のため、外交戦を開始できません。はぁ、確かに、フランス市場があるって書いてあったな。じゃあフランスとの関係を落とせばいいのか。そうすれば、フィリピンと外交戦、できるってことね。じゃあ、フランスさんに、恨みはないけれども、関係悪化を開始します。はい。ちょっと時間かかるね、これね。フィリピン取りに行くぞ。インドネシアにおける外交戦、ティドレ貴族の反乱とティドレ。あ、貴族が反乱した。いわゆる革命ってやつか、これ。両方うぬぼれてるけど。うぬぼれ者同士の戦いだな。これ、もう中立宣言でいいよ。てか、どうでもいいよ。どうでもいい。あ、でもこれ、どうなんですかね。分裂した方が、インドネシア地域が混乱するのかな。それであればちょっとあれだな。こっちの方がいいかな。貴族の反乱。ティドレとの停戦協定を締結したから、アクション起こせないんだ。あ、そうなの。じゃあ、わかりました。はーい。ご自由にどうぞ。発電所が建設完了ですね。じゃあ電力を使う製法に変えていこうか。あれ？でも、買い注文も普通に入っちゃったな。ポップ消費量。ああ、国民が使ってるんだ。国民生活でってこと。じゃあ発電所をまず先に拡張しなきゃいけないか。まだ全然工場とかで使える発電量じゃないわ、これ。てか、欠員が多いんだね。人が足りてないんだ。資格取得の壁が高いなぁ。やっぱ大学？いや、これあれなんだよね。大学じゃないんですよ。大学？大学もあるのかもしれないけど、教育制度なんじゃないの？これ。これなんじゃない？これをもう一個さらにレベル3に上げたいんだけどなぁ。強制力が足りない。強制力を上げるにはそう。強制府ですね。そこが先かな。行政府をたくさん建てたので、行政力が上がりました。教育レベルを今こそレベル3に上げましょう。教育機会が、まあちょっとだけだけどね、増えます。よし。50週後に変更完了。
そしてゴムのすねりも安堵しましたね。やったー。これでゴム農園を使える、作れる。モルッカ。モルッカ、モルッカ。百姓ゼロ。失業者88人。ああ、じゃあ、雇ってあげようよ。ゴム農園。はい。資格取得は相変わらず足りないけれども。何？時間が解決してくれる。わかんないけど。ゴム農園、レベル2まで行きます？レベル1でいいか？とりあえず。漁港も作っとくか。よし。いいんじゃない？赤いけど。どうしたどうした急に。急に赤いけど。イギリス対ポンティアナック。我が国の敵、革命主義的なジャンビが、将軍の動員を開始しました。敵だったんだ。知らなかった。革命主義的なジャンビ。いいね。二つ名みたいな感じで。ことあるごとに、俺革命主義だからさみたいなことを言うジャンビ君なのかな。いやー、もうだって、どうする？イギリス相変わらずうぬぼれてますけどもね。わかんないけど、ちょっとイギリス共和国に傾倒しましょうか。長いものには巻かれろってね。はい。傾倒中。まあ、別にイギリスはね、赤子の手をひねるようなもんでしょ。赤子かわいそうだろ。お、でも待って。なんかポンティアナックだっけ？側に結構集まってるぞ。みんな動員してる。マジか。これはイギリスに一矢報いることができるのでは。インドネシアは俺が取るんだ。よっしゃ！ポンティアナック支持します。イギリスに傾倒してたのに急な寝返り。よし、外交工作フェーズ完了、終わりました。戦争へのカウントダウン開始。動員するか。すべての将軍行く？ 170 全部行くかい？全部いらねえよな。神尾平八郎、ほら、コカイン中毒だからさ。コカイン中毒なのか、お前。大体数が少ない人たち。20大体ぐらいの3人を動員しようか。東郷、トマサブロ、トマトマ。徳川、安吉。安安。樹徳、五郎。五郎。さあ、始まりましたよ。攻撃側。ちょっと待って。イギリス？アワード、どこ？バスタール、バサオル？バローだ、バロー？もうよくわかんない国ばっかですね。やっぱイギリスがデカすぎる。一方、防衛側。みんなちょっとしょぼいですね。やっぱり、我が日の丸がね、一番強いですね。ちょっとこれはもうインドネシアをね、イギリスから守るための戦争だから。武器を！お、今度は前、八戸取られた時とは違うぞ。金もまあ一応そこそこ余裕がまだあるしな。あ、今回はちゃんと戦線があるぞ。マラヤ戦線。ああ、ここら辺か。お、すげえいっぱいあるじゃん、戦線。戦傷者の間に広まる病気。いや、まだ言ってないけどね。全然。徴兵中ですけどね。回復率が下がるか、死亡率が上がるか。じゃあ回復率下げるか。よくわかんないけど。あ、トマトマはもう動員完了してるぞ。お、じゃあ行こう。あ、待って。このどさくさに紛れて、八戸奪い返せんじゃねこれ。これ東北だよね。あ、やろう。なんていう火事場泥棒。で、他の二人は、しょうがないから防衛に出すか。しょうがないなぁ。すげえ、撃ってる。めちゃめちゃ撃ってる。撃ってるってか、撃たれてるんだね。防衛側が。68対7。いやー、これは勝てない気もすっけどなぁ。でも他はもっとひどいなぁ。いや、行こうか。でも行ってる間にもう、戦線変わってる可能性あるよね。いや、ちょっと戦力集中しよう。ここの。マラヤ戦線。はい。アクティブな戦闘なし。はい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 。いいよ。もう奪っちゃえ。これどうなんだろう ?100 になったら。奪えんのか。ああ、何？ああ。専門的な警察機構制定。ああ、ありがとう。はい。これで、急進ハート、社会不安が減る。嬉しい。あ！やった！いや、まだか。奪い返したと思ったけど、違うんだな。
今これどういう状況なんだ。戦線なくしたけど、まだイギリス共和国内の州なんだよな。日本の軍隊が行くまで頑張って耐えてくれ。悟空早く来てくれ。あー、戦線が拡大していってる。やばい。うわー、もう速攻じゃん、速攻じゃん。いかん。行く前に終わる。あれ？終わっちゃったんじゃない？あ、今の俺らが向かっちゃった戦線がなくなったんだ。そうか、こうなるの見越して先に移動。でも先に移動もできないよな、戦線がない以上な。だからインドネシアに兵舎を作んなきゃいけないんだ。そういうことだね、これはね。あー、もうすっかりイギリス色に染まってしまったね。これは現在でいうとこのマレーシアか。だね。で、先っぽだけシンガポールだよな。ちょっとさ、海軍の上陸作戦でイギリスに殴り込みかけてみる？占領されたばかりのポンティアナックだっけに。行きますか。トマトマ行け。二つの艦隊を同じ州には行けないんだね。じゃあじゃあ、ここ。徳川康吉、康康。お、あー、降伏した。降伏しちゃったの。はいはい、同盟組んでた、いくつかの国が降伏したんだ。なるほど。まだじゃあ行けるな。行くぞ。日本の底力見せてやれ。上陸作戦が失敗しました。なんで？え？中断されましただって。わからない。なんでかわからないけども、中断だって。あ、待って。日本とイギリス領インド帝国の戦い始まってっけど。え？これはどういうことだ？徳川康義、康康だけは上陸作戦成功したんだ。マジかお前。3対3、おかしくない？あれ、もっといたんじゃないの？3しかいなかったの？ 3 しかいないんだけど。あれ？あ、めちゃめちゃ押されてんじゃん。うわー、あかん。盛り返せ、盛り返せ。頑張れー。ダメだー、負けたー。負けたけど、康康は生きて帰ったんだね。普通に負けたわ。え、なんで3代替だけなの？おかしくない？上陸作戦失敗してんだけど。失敗したんだけども、奇跡的に3代替だけが上陸できたって感じ？それは完全に失敗した方が良かったよね。始まった。有効な戦闘。来ましたよ。こちらは、お、トマトマ。いけ、トマトマ。トマトマめっちゃ負けてるわ。弱い！弱いっつうか、装備が貧弱なのかもしんないな、こっち。こっち、三兵だよね。相手は？何？塹壕歩兵。知らねえ！知らない技術持っている。あ、これは勝てねえわ。イギリスめっちゃ強っ！あー、負けたー、畜生！これあれだな。日本は弱いから、ちょっと今、イギリスに立ち向かってっても多分、撃退されるな。もう降伏しちゃおう。どうせ俺らに対してのなんか戦争目標ないからね。OK でーす。はい、ありがとうございました。さあみんな帰るよ。お家帰ろう。分かったことがある。日本の軍隊弱い。強くしないと制服進めらんないな。とりあえず武器工場を拡張して、それで大砲ですね。大砲作ろう。あれ？そういえばこれどうなったんだっけ？八戸。一時的に占領したと思うんだけど。ダメ。まあ、降伏したもんな。そうだよな。そりゃそうだ。ちくしょう。あ、電気がちょっと売り注文多くなってきたね。よし、これで製材所とか、確か、電動化できるはず。電動製材所。電力30も使うの。まあいいか。とりあえずやろうか。よっしゃ、連発銃もアンロックされた。いいよ。ちょうどよかったね。武器工場。連発銃。これで一気に銃、消火器が作れるようになるはず。つうかさ、この明治維新もね、これ進めなきゃいけない。めちゃめちゃ忙しいんだけどさ、明治維新を進めるために、このジャーナルのね、日本の工業化が必要なのさ。
で、日本の州で市街地のレベルが5以上じゃなきゃいけない。これですね、市街地、中国地方の市街地が今レベル4です。あとこれ1上げなきゃいけないんだけど、都市に建物をたくさん建てるとレベルが上がっていくんだって、市街地。なので今頑張っていろいろ建ててるんですよ。だから金をめちゃめちゃ使ってるんですっていうお話です。やった、来ました。よっしゃー、明治維新完了、嬉しい、ついに。あ、ってことは東京だった。いや、江戸じゃん江戸やないかい。再編された日本、改革された軍隊、開かれた国、新しい社会、日本は世界の列強と対等に立ち、おそらく独自の帝国的野望を追求し始めるでしょう。日本帝国は交流するだろう。革新軍事の研究が 15% はかどる。両南景気、韓北両政における制空権を獲得。これどこ、これ朝鮮やないか。あー、そういうことか。日本が朝鮮を占領したからってことかね。私たちは強力な友人を必要とし、強力な敵を作ることになるだろう。影響力が増える。関係改善と悪化の速度が上がる。あまり魅力はない。鉄道は私たちの未来の成功の鍵だ。鉄道施設生産量 40% プラス。おぉ、日本帝国は交流するだろう。これにしましょうか。はい。つうことで、今回またいろいろやったな。11年ぐらいやったかね。1905年になったね。ああ、もう日露戦争も終わったんだね。1905年。ポーツマス条約署名してるわ。で、実際にやったことは、イギリスがインドネシアの方に攻めてきたんで、撃退しようと思ったけど、やられました。太刀打ちできず。ただそれで、軍事が弱いことに気づいたので、軍備の強化、進めましたね。そうだ、パプアの入植どうなってます？あ、結構広くなってきたね。いい感じに。はい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 。でもまだだいぶあるな。いや、でもいいんじゃないですか？はい。これはまあ、気長にやっていきましょうよ。GDP は、なんと世界で第7位まで、のし上がりました。世界ランクは12位ですけどもね。まあこれはしょうがないかな。早く列強に認めてもらいたいですね。明治維新もね、無事完了したので、次回以降、もっと軍事的に躍進していきましょう。ってことで、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。